美山町立美山中学校は、京都府瀬郡美山町坊の池にある公立、中学校。略称は、久し温中。美山中学校は、町内唯一の中学校で、瀬郡淀町と設立した、事務組合立淀中学校を前身としている。1970年代前半に計画人口4500人。 計画個数1300個の組山団地が建設されることが決定し、組山町内の中学生が大幅に増加することが予想されたため、組山町独自の中学校として、淀中学校から発展的分離する形で開校した。組山町の南西部の田畑に囲まれた静かな環境の中に、本校は位置し、この地型に配置された北校舎、南校舎、 管理棟、体育館、グラウンド、プール、給食室からなっている。2018年度から完全給食が開始された。1947年4月1日、戦後の学生改革により学校教育法、教育基本法が施行され、男女教学6.3、3制度などが導入された。中でも、最も画期的だったのは、 戦前の伏線的な中等教育を整理した新生中学校の発足であった。久瀬郡においても4校の新生中学校が開校し、新憲法施行日の1947年5月3日、そのうちの1校として、現在の組山中学校の前身となる、淀中学校が、久瀬郡西部の山町村で設立した事務組合によって開校した。しかし、 中学校として独立した、高知、校舎はなく、久世郡五牧村あざ島田邸外の元京都航空機、上院養成所跡を借用する形で開校した。開校当時の学校規模は、敷地面積1770坪に、教室、特別教室、管理室、便所、納屋があり、生徒数は342人、学級数9、職員数17人であった。 淀中学校は三町村の組合による運営だったため、三町村の各町村長が交代で管理者となった。翌1948年3月、淀中学校を設置する際の母体となっていた、併設の淀実業専修学校、淀実践高等女学校が廃校となった。同年四月、大阪帝信公衆所ヨ支所から、行動圏音楽室を借用し、 施設の充実が図られた。同年12月には、大蔵省大阪財務局より借用していた、校舎、高知の払い下げを受け、淀中学校組合の所有となった。1950年7月、木造を2階建て1棟を増築し、さらなる施設の充実が図られた。戦後の混乱期に開校した、淀中学校は、校舎の借用状態からスタートした、関係上、 教室に29人しか収容できないなど学校として施設的に不備な点があった。地域からは教室らしい教室を持った学校が欲しいという声が高まり、与道中学校の独立校舎への新築、移転が検討されることになった。移転候補地は4箇所が挙げられたが、東和田の南に決まり、敷地面積3723坪に木造2階建て1棟、 木造平屋建て一棟の校舎が新築され、1953年4月、移転が完了した。なお、休校地は売却された。ところが、同年9月、台風13号の襲来により、淀中学校は被害を受けることとなった。堤防決壊により床上90センチ以上の浸水となり、多数の教諭が孤立し、教材なども被害を受けた。 台風13号の翌年1954年10月、佐山村とまき村の合併による、組山町成立に伴い、淀中学校は、淀ド町組山町事務組合率淀中学校へと、解消された。組山町成立の3年後の1957年4月、淀町が、京都市伏見区へ編入されたことに伴い、淀中学校は、 京都市組山町事務組合立淀中学校へと解消された。淀中学校は独立校舎への移転後も体育館を有していなかったが、1961年3月、体育館健康堂普通教室に教室が完成した。この体育館は、鉄骨スレート作り高さ10.16メートル、縦坪552.60平方メートルで、 公費860万円を要したものだった。その後も1960年代は、グラウンドの拡張や、技術過失、家庭過失、倉庫などが建設され、教育環境の充実が図られた。1968年頃になると、鉄筋校舎建設をはじめとする5年時にわたる、中学校の将来構想が作られた。その際、組山団地建設計画など、 前述の理由で、淀中学校、組山町と伏見区淀地区の2校に発展的分離を行う機運が高まった。組山町では1975年から始まる、組山団地入居開始に間に合わすべく、1973年度中に、校地の決定と取得が行われた。組山町側の新たな中学校の校地の選定に、あたっては、 次の4点に留意して検討された。市街化区域では必要面積の確保が困難であるため、市街化調整区域であること。公害、交通事故のない良好な教育環境であること。路線バス、自転車通学の便利な地であること。将来的にも組山町全域を航空とすること。これらの4点を示した答申を尊重し、 市街各域内の工場から遠ざけ、適正な地形で必要面積が確保できたため、現在地に建設が決定した。用地の取得費は8億9508万円、建設費は5億4697万1 0円を、要しいずれも、公団の一部負担と建て替えによって賄われた。1975年3月末日をもって、与道中学校は閉校し、 同時に組合も解散された。新年度には、京都市立大淀中学校と組山町立、組山中学校が開校し、発展的分離が実現した。開校時の組山中学校は、南校舎、北校舎の東半分、体育館、プール、グラウンドが竣工した状態で開校した。プールに関しては、将来の生徒数増加を見越し、 既存小学校よりも2例円多い企画で設計された。1981年度からの参加年は、道徳教育共同推進校に指定された。1982年3月には、生徒数増加に伴い、開校時に、東半分のみ竣工していた北校舎を西側へ、増築する工事が竣工した。同年7月、組山中学校に、 本格的な LL 教室が設置された。当時 LL 教室は、京都府内ではまだ珍しい設備であり、1984、85年度に、わたって、京都府教育委員会より、教育機器利用の英語教育研究実践校として、研究移植を受けた。1985年10月に研究発表会を開催し、研究主任が、 LL 教室を利用した効果的な英語学習指導の実践発表を行った。続いて1986年度にはコンピューター教室が設置され、LL 教室に続いて京都府下では先進的なものであった。また同年度には校舎の増築が行われ、1000人を超える生徒数に対応できる学校規模となった。翌1987年には、 生徒数が1000人を超え、1989年にはピークの1045人に達したが、その後生徒数は減少に転じて2000年代初めまでその傾向は続いた。久美山中学校の2018年現在の生徒数は411人となっている。2018年4月現在の部活動である。平成29年度から新たに ESS。 バドミントン部が追加された。町内全域が高区となっている。通学距離、地域にかかわらず、希望者は自転車通学が許可されている。一部京都市から委託を受けている地区がある。1980年代中頃より、近鉄京都線大久保駅からバスが運行されていたが、2000年の、京阪宇治交通のダイヤ改正により、一般路線バスは廃止された。また、 組山団地から組山町乗ってこバスが運行されていたが、こちらも廃止され、その代替として開設した乗り合いタクシーの組山町乗ってこタクシーの乗車場所として、中学校前が設置された。しかし戦術の通り、本学校は自転車通学を許可制で認めており、乗り合いタクシー利用の生徒は、ほぼない。ABC 出店。 広報組山第64号 AB 出展。広報組山1973年11月号。出展。広報組山第65。組山中学校学校通信。同票2011年4月号。組山中学校。2011年8月28日閲覧。ありがとうございます。